はい、こんにちは。今日は2022年福島大学の問題の解題です。問題はこちらです。自然数 A、K、 K は2以上に対して A から始まる K 個の連続する自然数の和を SAK とすると、で SAK イコール3422となる A と K の組をすべて求めようといった問題ですね。これは等差数列ですね。ですので、まあ、A から始まるよと。で、1個ずつ増えるわけですね。連続数列ですので、プラス1したのが A たす1。で、さらにプラス1して A たす2っていうふうに1ずつ増えていって、これ連続する傾向ですから、まあ、最後の項がいくつになるかが分かれば、これが、和が出ますよね。まあ、ということで、これ、傾向連続するわけですので、これ間隔が K-1個ありますね。K 番目っていうのは間隔 K-1個。つまり K-1足されるわけですので、A に K-1を足して、こうなるよと。ということで、これが末項。じゃあ、初項と末項を足して、あと、項数 K でかけて割る2すれば、SAK が出ますよ、と。ということで、これ足すこれをして、2A 足す K-1 かける、項数が K ですから、K で割る2をすれば、これが SAK ということになります。で、これが今回3422ということですので、こうなるよ、と。この A と K を求めたいよ、と。じゃあ、これ2をこっち持ってきて、まあ、素因数分解しましょうか。すると、k×2a 足す k-1 っていうのが、2の2乗を、で、あとこれ2を外に出したので、1711ですね。で、1711素因数分解したいんですが、ルート1711っていうのを計算すると、これが40の2乗が1600ですので、41だとまだ小さくて、42になるとこれを超えるんですね。ということで、41点いくつだな、ということがわかります。で、つまり41までの、素数で割っていって、まあ、割れるものがあるかを確かめれば OK と。つまり41までの素数ですから、2、3、5、7、11、13、17、19、23ですかね。29、30、1、35、37ですかね。で、41と。で、この数で割っていって、で、割り切れるものがあれば、素因数分解できますよと。で、明らかにこれ2はダメですね。3は足して3の倍数でないので、ここも違いますね。で、7で割ってもダメ。11で割ってもダメっていうふうに考えていくと、これちょうどですね、ここまで割ると出てくるんですね。29。で、これ29で割ると1711っていうのはどうなるかっていうと、5ですね。で、2、5、10で45ですからこうなって26で9が立つんですね。で、261で0になるよと。つまり、これ 29×59 になります。ここですね。29×59。ということが分かれば、あとはこれを振り分けていけば OK と。ということで、これを考えていきましょう。で、明らかにこっちの方が大きそうですよね。これとこれかけるんですが、こっちの方が大きそうだと。じゃあ実際、2A 足す K-1 から K を引いてみましょうか。これ引く、これをして正になってれば OK だな。これ計算すると K が消えて 2A-1。これは A は今1以上。自然数ですから1以上ですので、これ正ですね。ということで、まあこれは正ということはこっちの方が大きいよと。こっちの方が大きいなっていうのは分かりました。さらに今これ引くこれをして 2A-1 ってことは、これは奇数ですよね。これ引くこれ引いて奇数ってことは、偶奇は一致しませんよね。これとこれの偶奇は一致しない。つまり偶数偶数だったら偶数になっちゃうし、奇数奇数だと偶数になっちゃう。つまり奇数になるってことは偶数奇数、あるいは奇数偶数ということで、偶奇が一致しないよということがわかります。ということは、ここに2の2乗があるので、これは偶数だと。じゃあ2をこれ2、2みたいに振り分けちゃうと、両方偶数になっちゃうので、これだとダメだってことですね。偶数と奇数が違うものになるわけですので、2の2乗の塊がどっちかに振り分けられるよと。じゃこの塊は崩しちゃいけないわけですね。じゃあ例えばこっちに2の2乗を振り分けるとすると、29と59。29をこっちにつけちゃうと、こうしちゃうとこっちの方が大きくなっちゃいますね。今こっちの方が大きいわけですから、これだとダメ。つまり29と59はもうこっちに行くしかないよと。2の2乗をこっちに振り分けるとこれしかないということがわかります。じゃあこっちに2の2乗を振り分けてみると、29をこっちにつけて59。これもありますし、2の2乗かける59と29。これも OK ですね。で、あとはダメですね。K は今2乗ですから、1になっちゃうとダメですので、これで全部ということで、この3組ということが分かりました。じゃあ、あとはこれを A と K の値を求めればおしまいです。つまり、K が A と K の組ですね。
K の組として A が、K が4の時と、それから29の時と、59の時、この3組ですね。で、その時のこのこれイコールこれとして A の値を求めれば OK です。まあ、ちょっと計算省略しますけど、結局 K が4の時には854になります。で、29の時が104ですね。で、59の時が29ということで、この3組が求める答えということでおしまいです。以上です。ありがとうございました。